はい、お願いいたします。終了。青空将棋っていうさ、その特殊将棋があるんで、やってみようと思ったんですけど、20これどうすりゃいいのかな。秒、1、2、歩がないん3、4。で、歩がないので、屋根がなくて青空って感じなんですかね。角なるのかな。あ、やっぱりそれがある定石なんですかね。これ同飛車でいいんじゃないの、これ。これさ、同銀だと5五角。10そしたら5秒。八香か。これ同銀のがいいのかな。520五角を秒。狙ってるんだ1、としたら5八2、香がありますもんね。3、同銀と4。してみよう。これ5五角と打ってきて、やったー両取りってしてきたら、まあ5八香で田楽刺し。そう、これを待ってたんですよ。それをやったらこうじゃね。あれ、ちょっと待って、大丈夫か。飛車なられ10んのか。秒。飛車なられたら角を取る。角を取って王手を防いだ時に飛車を取り返せば20秒。いいのか1、な。2、3、4、5。ここだ。さあ、角が動けないのが痛いですね。あ、え、あ、そんな手があったんか。そっかそっか。10秒。しかし、これ青空将棋ってさ、やっぱり歩の大切さがよくわかりますよね。角取って同飛車に、同飛車でその20王手をどう秒。受けるか。1、まあそんな難しい2、問題じゃないか。3、4、5、6、7、8。これどうだろう、こういうの。さらに圧力かけていく作戦。まあ、角は逃げられるんですけど、そしたら香、あの飛車取るよっていう。まあ、飛車取っ、10まあ、でも秒。角逃げるのかな。ああ、そっかそっか。まあ、そしたらこれは飛車を取って、飛車を取りまして、で、角もいただくと。で、次、飛車成りも残ってると。あ、これいいんじゃないの、これ。で、まあ、香車打ったら、逃げて、問題ありません。これ優勢になりましたね。だって飛車角、角飛車と全部持ってますもんね。これは勝ったんじゃないかなと思うんですけど。まあ、変なお遊びをしないで一気に勝ちに行きましょう。これ、桂馬跳ねてきても次に何かあるわけじゃない10ですし、秒。まあ、桂馬跳ねてきても次慣れないですし、相手持ち駒がないんで非常に苦しい状態ですね。これは勝ちです。おっと、なんだ。ああ、投了ですか。まあ、これ投了してもしょうがないかもしれないです。ありがとうございました。まあちょっとね、なんと言いますか、ガタンですね。まあ、これはバタンとし、あの、扉を、なんていうの、勢いよく、閉じて去っていきたいような、そういう将棋になってしまいましたね。まあ、これなんか振り返りとかできないのかな。再戦はできないよね。これ違う。ん？あれ？違う違う。まあ、相手の5五角が敗着なんでしょうね、きっとね。5五角は5八香で返し技があるんで、なんとなくさ、この青空将棋でね、この歩がない将棋なんで、角は使いたくなるんですよ。2二角ない同銀5五角って見えるんですけど、ただその香車を持ってるとその角が弱点になってしまいますので、やっぱり初手1一香成はすごくいい手だったかもしれないですね。これ先手だったからできたんですよね。後手だったらどうしたのかなってね。もし自分が後手で相手が11強大としてきたら、つまり私がもう後手の立場だったらどうするかってことですよね。11強大に対して角交換で5五角はダメですから、まあ99強大と真似する手もありますけど、そういうふうに真似をし続けていくと先手が勝つだろうなっていうのは分かりますから、どうするんですかね。99強大。これ本当にできないのかな、これ。ボイス。あれ？何これ？感想戦。てか、81道場って何これ？音声通信で感想戦できるんです。あ、どうも、先ほどありがとうございました。この局面なんですけど、こういうの手がまずかったですねとか、そういうふうに声出してさ、感想戦できるんですかね。なんかその辺の機能がちょっといまいち使い切れてないだろうし、使い切れてないとこあるんですけど。
まあ、でもね、ネット将棋ってやっぱり匿名でやるのが、まあ、やるものですから、変にそう、なんていうのかな、音声通信とかで相手との距離を縮めすぎるのも、なんかあんまり嬉しくないなっていう感じはするんですけどね。まあ、そんなわけでね、ちょっとあんまりよくわからないところも多かったですけど、青空将棋でした。ありがとうございました。